一郎です。ワンボールから2球目、差し込まれながら振り切った打球は意外に伸びていきます。レフトスタンドに届きます。3号のツーランホームラン。さあ、そして土壇場9回、ランナーを2人置いて一郎、第12号スリーラン、今日6打点、頼りになる一郎の一発でついに8対8の同点とします。一気のブルーウェーブの反撃にあったのは3回、昨日史上最速の1000本安打を達成した一郎に4号ホームランを浴びると、鈴木プリアムにも一発を打たれ2対2の同点に追いつかれます。地元一郎、これが3打席目、ものすごいコールに送られて2エンド2からの6球目でした。今日はね、岩本完封ペースかと思ったんですけどね、はい、この後ろのホームランですよね。この打席ね、アウトサイドに、ね、ボール少しね、厚めすぎた。